はい、 J チャンネル J です。今回は質問が来ましたね。リクエストっていうか、まあ質問ですよね。ジャカジャカという感じのストロークで弾いた時にですね、例えばこう強く引っかいて音が粒が揃わなかったりする時、手首が疲れるとか、まあ、スムーズにね早く正確に弾けるようにということで、という、まあ、質問を受けましたがね、全体的にあるのはね、僕思うのはストローク弾いた時に、まあ、粒がばらけるというかね、まあ、汚くなっちゃったりと粒が揃わないと、今回これにテーマを絞ってねやってみたいと思います。弾き方はまたね、まあ、別にやろうと思ってますのでね、今回はストロークの粒が揃ったまあね弾き方という感じでやってみたいと思います。これはね単に言ったらもう合わせ技みたいなもんで、一つ直せば治るというもんじゃなくてね、いろんなのがとこう重なり合ってこうなっていると思うんですよね。それを一つ一つ潰してみようと思いますので、これねまずね一つはね、まあ、弦にもあると弦弦例えばホスファーブロンズとか指弾きをやると音がこうバーンとこうねすごいこうサスティンがかかるこういうやつがある。そうするとストロークで弾いちゃうと、まあ、ばらけちゃうんですね。だからまあ弦にも一つまあね理由があるということと、あとはピックですね。ピックあまり硬すぎるやつでガンガンやってしまうと、もう許容範囲を超えてしまってこうバーッと音がまあばらけるというのもあります。あとはもう弾き方ですね。弾き方、押さえ方、押さえ方という時に前回やりましたけどね、ちゃんとこうミュートする時はミュートしないと Am で全部弾いちゃったらもう音がもうばらけるのは当たり前なんですよね。だからこれをこうミュートするとかしっかりミュートする、だからしっかりこう弾くとこは弾くけどミュートするというところと、あとは強く弾くボリュームですね。タッチのところがジャガジャガってやってしまうとそれはもうばらけますよね。だからガーンと10で弾いておいて、それをマイナスしておいて7とか6とかで 6.5 とかアコラあたりで弾いたらどうでしょう。例えばねジャーンとこうちょっと音がうるさいかもしれない、これが10とすると10から7とか6ぐらいこんな感じでね、少しこう弾くボリュームを下げるというのもあると思います。実際にちょっと出してみますけど、音はね編集でちょっと低くしてます多分ね、例えば10の音はね、例えばこれが10だとしたら10だとしたらこれが10だったらもう6ぐらいでいいですよ。これが10ぐらい、弾くボリュームを下げるというのもありますね。だって歌が歌うんだから、あんまりこうギターがうるさいとねバランスも取れなくなっちゃうので、それにあとあんまりこうボリューガーンとやる必要はないと思います。あとはね弾き方以外にね方法があります。あと小物を使うという感じで、僕ねこれしてますけどね、これねフレットラップというやつで、例えば今普通でしょ、これこうちょっとこうやるとこの低音がちょっとこうミュートされる、わかりますかね、こういう感じをこうほらで押さえたとこだけは鳴るんだけど、押さえないとこはこうミュートしてくれる、こういう感じ、これでこうバランス取ってます。こんな感じ使ってます。どんな感じになるかというと Em とか、ね、これ普通ですね、ちょっとこう入れるとこの低音の6弦がカットされる、ちょっと違いが分かりにくいと思うんですけどね、開放弦がある時がいいかな、 Am にしようか、 Am とかね、これをこうやるとこの音がねちょっと分かりにくいんですけどね、こう使った人にはちょっと実感できないと思うんですけど、こういう小物を使うとこの音がね倍音がこう
こう減少してくれるんですよ。こういった小物もあります。あと弾き方とか押さえ方とかボリュームとか、あともうどうしてもという時は最後はねエフェクターに頼るんです。エフェクターこれねこうコンプレッサーというの、これはねエレキ用なんですけどギターもアコギもできるという書いてますメーカーの方が。どういう使い方をするかというと、アタックという音があって、アタックがガーンってやった時に音をこうねこうちょっとこう沈めてくれるんですよ。でばらけるこう波形があるでしょ、ばらける音に対してそれをこう下をアップ持ち上げて上をこう圧縮してくれるというのがコンプレッサーの役目なんですけど、これをねうまいこと使うと非常にねいい感じになります。これ波形も綺麗になってくるから卓録なんかでも結構いいと思いますよね。まあコンプレッサーに関してはねアコギで使うやつはまたじっくりやろうとは思ってますけど、こういったのも使うといいと思います。エフェクターも使うと音をねいらない音をある程度圧縮して抑えてくれる役目がありますので、こんな感じでしょうかね。まあ一応まあ一番はやっぱ弾き方だと思います。弾き方、あんまりこうボリュームを上げすぎないで心地よいぐらいでやったらいいと思います。迫力出したいのは分かるんですけど、あんまりやってしまうとこう音がばらけてしまいますので、という感じでね、このまあ5つか6つぐらいかね、これをやってみたらある程度改善されるんじゃないでしょうかね。ただねこの誰かでしょうかね、 MJさん J がつくんですよね。 MJ さんのがどういう弾き方してるか分かんないんで、やっぱり動画をねやっぱ上げてもらわないと分かんないでしょうね。やっぱこう今準備してますのでね、そういったのもまたね、動画を見ないと本当分かんないですよ。言葉だけじゃねどういう風に弾き方やってるか、まあ多分参考になると思いますけど、なかなかねこちらに伝わってこないので、よかったらまあ動画を送ってもらえればもっともっと詳しいねアドバイスができると思いますのでね、そちらの方も考えてみてください。はい、ということでね、いかがでしょうか、参考になりましたでしょうかね。こちらの方はいつも楽しく勉強させていただいてますね。勉強できるレベルかどうか分かりませんが、これからも J さんの投稿とともに、ね、楽しいギターライフを送っていく、楽しいギターライフをね送れるお手伝いならできるかもしれませんのでね、一応まだギターをね楽しくやっていきたいと思いますのでね、またねよかったらいいねとかチャンネル登録していただいて、また見ていただけたらと思います。はい、 J チャンネルでした。ではまた。